大会で見たことがないので、一体どんな対戦になるのか、お状況を追っていきましょう。さあ下京から定番フォームの DA がつながって、下京が差し合って、やはりミュウツーの基本的な立ち回りとなる下京とシャドーボールとフニュートラルでダメージを取っていく展開になるのはミラーでも変わらずか。さあ下京クエク前、おっとコンボが非常に強力。ミュウツーといえばやはり体重の軽さもありますが、非常に強力な撃墜タクとまたコンボなどを使って一気にダメージを取っていくという、ある意味そうですね、ロマン的なところもあるキャラですが、さあジャンプしているところには下京差し込んで、クニュートラルからクニュートラル、クニュートラルからさらにクニュートラル、シャドーボール見せるところにはクーマイで差し込んでいく。さあクーマイ後継ぎに対してクーマイで半角を取る。さあやはりプロの意地、プロとしてはここは負け、ミラーでは負けられないか。さあしっかりとワープ読んでいたが、少しやはり出現位置からの感性などで難しいところありますでしょう。さあ半角取って上投げでバースト。さあトドマ選手なんとかコンボで、ダメージを取りたいところですが、ミラーってどう差し込みたくが正解になるんでしょうね。さあジャンプ読んで9枚で、おっとこれはバー撃墜されてしまう。少しベクトルが低かったこともあって早期バーストダメージが追いついた。しかし泡団子選手1ストップ目と同様にコンボから一気にダメージを稼いでいく。しかしそれはトドマン選手もやはりミラーでは同じというふうに、同様のコンボでダメージを稼いでいく。コンボ5分、さあこれは試合が分からなくなってきた。おっと見ても差し込んで急にドラがかぶり合うが、勝ったのは泡団子選手。さあ本当にミラーというふさわしく、ほとんど五分の展開ですね。しかしこのパーセントになってくると、さあ踏みつけが入るパーセント、やはり踏みつけ金縛りからの、もう親の顔より見たんじゃないかっていうぐらい山田選手が試合で決めているコンボ、クニュートラルから相手を踏みつけて確定で金縛りで、気絶状態にしてホールドスマッシュで、低パーセントで撃墜をするという、アバダンゴ一時期アバダンゴスペシャルなんて呼ばれてたりもしましたね。さあよ、さあやはりミュウツーを開拓してきたのは俺だと、まだまだ更新には譲れないと1本目取った青団子選手に対して、ドドマン選手が選んだステージはドラマチー。このステージ基本的にやはり上のラインがですね、短いために上投げ役たちですね、上スマッシュなど、ファーストタックがパーセントが短くなるためにミュウツーは好んで選んでステージと言えますでしょう。クニタラで裏回って、おっと下京からの差し込み合いから1点、クニュートラと空前での速い差し込み合いになってる。さあ空前置いて、おっとステージで誘拐されてしまう。クニタラで、しかしこれはノーリスク、相手が急所暴れたところはしっかり反撃を取って、しかし逆に下京からコンボをつないでいく。一戦目と同様にダメージを有利取っていく。さあ前投げから相手を崖に追い出して、崖を使ったところに空前に差し込んでいく。おーっとバース撃墜、これはもうベクトルそこまで悪くなかったんですけど、ミュウツーの空中前で非常に強力な撃墜力と、それとまたミュウツーの軽さが噛み合ったと言いますでしょう。あーバーストされてしまったワドム選手、なんとかこれ、おっと念力でキャッチでシャドーボールをキャッチボール、別のゲームですかね。さあ、まあ、下投げから、おーっと台が台で受け身取れず、それにそのまま車に差し込んでいく。しっかり確認していた。さあ 53% というまだまだ、状況的にはそんなに不利な状況と言われないでしょう。しかしやはり差し込み合いでですね、どうしてもミラーになるので、どんなに上手い人でも、技が勝ち合ってしまうとなかなかに難しいか。さあクニュートラルから、しかしこれはず学校からゼリーとかに何もつながらず、さあお得意の上 B から、おっとこれは様子見してるところにウエスマーぶ、いやウエスマを思い切って打っていった。様子見、そうですね、基本的になんか後付けに後付けとかじゃなかったんですけど、ミュウツーの身長の高さでガードを置いたところに噛み合ってしまいましたね。さあミュウツーミラー2本目取り返して、3本目さあステージはエースマムラ。
しかもさっきのさあれですね、あのパーセント的にはかなり有利なので、まあ、そういったあの自分がリスクはあっても撃墜されないところで思い切った角を打っていくというのは、非常に有効な手段でしょう。さあ空前で運んでダメージ、やはり序盤はリードを奪っていくのはバナゴ選手。さあクイニーからの応酬、しかしこの後は一緒に飛んでいたためパーセントも含めて繋がらず、崖を奪うから相手は上に乗っていく。さあ空前から空後空後、ニュートラルはやはり図体が大きいためにコンボでもなかなか入りやすいから、さあ空ニュートラルから空ニュートラル、クリュータル踏みつけを狙っていったか、それともその後の展開で上強からの上スマなども当たります。さあしかしこのパーセント空前が崖の端で当たるとステージ短いので危ないんじゃないか。さあこれはしかしレバガチャ、はい早い、前の2課題大会でも非常に早いレバガチャを見せたラバガ選手。さあ空前がさヒットしてまだ撃墜できず、しかし次は危ないんじゃないのか。さあクニトラルからクニトラルで取るも半角取れず、さあ相手のスタートスキンしっかり9万円差し込んでいった、さらに9万円これも危なかった、ちょっと一瞬の隙を突かれた感じですかね。さあしかしここでバース拒否をして、コンボをつないでいって稼ぎたいところですが、 DA ちょっとこれは思い切りすぎたか、上投げしっかりバーストされてして、パーセントは5分。さあ全く分からなくなってきた勝負。さあ空前に対して空前半額取って、クニタルから空前繋がらず、クニタル置いて序盤こそ先ほど、様子見を見合ってたところもあったんですが、今は一転して本当に空中攻撃一気に差し込みやって、コンボでダメージを稼ぐ展開になってますね。さあクニタルだか、これは取れず、クニタルから踏みつけを狙っていったが当たらず、さらにクニタル置いて 5% 狙ってクニタルからクニタル、なんだこのカードは。さあしかし状況は5分。さあクニトラからもう一度ロート相様子見でしっかり相手の回避に対して空前差し込む、ドドバー選手さらにシャドーボールヒット、こうなると空前が崖外に当たるともうバーストになってしまうのではないか。さあ1点を上スマ置いていく、当たらず、これはしっかりずらしている、おっと踏みつけよ、ドドバー選手が決めて金縛りから上スマでバースト、アバダゴ選手のお株を奪う一発、本当のミュウツー使いは俺だと、勝ったのはドドマ選手、プロのミュウツーに、ミュウツーで競り勝っていった、本当のプロは俺だと。今までですね、アロダンゴ選手も散々踏みつけが悲し割れで気持ちよくなってきたので、そろそろこうトノマー選手にて こういった技ですよってお仕置きされたのも良かったんじゃないでしょうか。さあしかしまあここまでですね、ベスト今が、ベスト8ですね、アロダンゴ選手のベスト桁まで来ました。さあ次は、トドーマン選手と、そのもう一枠をワンゾク選手とエイム選手が今戦っているところ。